現役神職によるストーカー殺人、担当警察の不祥事、そしてそれを追っていた記者の親友が、警察では公安のことを桜と呼ぶんですよね。信じてよ。信じたいけど疑いは絶対晴らすから、その時は謝ってよ。桜に頼む。奴らが協力すると思うか。地下に関する資料いただけませんか。素人がうろちょろするんじゃねえ。考えすぎるなよ。親友の疑いを晴らすため事件の謎に挑む。そこには決して触れてはいけない闇があった。全ての事件が重なるとき、一つの真相に導かれる。やっぱなんかおかしいですよ。死んでしまった命と今生きている命、守るべきなのはどちらですか。それでも前に進むしかないんだよ。警察官って何なんだろうな。そんな歪んだ正義、絶対に間違ってない。信じるべき正義とは。口ない桜。